声ガサガサ。おはようございます。めちゃめちゃ寝起きでごめんって感じ。パジャマだし髪もボサボサで。画質荒い？嘘、画質荒い？ラジオかと思った。え、どういうこと？めかちゃんおはよう、パジャさんおはよう、りゅうさんおはよう、フルザシさんおはよう。リップだけでも塗ればよかった。阿部ちゃんおはよう、おはざす、おはざす。ラジオ配信するかと思ったってこと。あ、そういうことか。志保おはよう。ちょっと待って、あのさ、私ね、大事なことを忘れてたの。お仕事行くのに何時に家を出たらいいのか今ちょっと調べますね。はじめちゃんハートありがとう。それによって何時までやれるかがね決まってくるわけじゃないですか。なので見ないで、ちょっと最寄り駅を見ないで。電車検索じゃない。そうなの。隊長おはよう。志保、道端に落ちていたらきっと誰かが積んでしまいそうなぐらい綺麗などんぐりコロコロ、どんぐりこありがとう。ちょっと待ってね、今調べちゃうんだから。なるほど。了解。よし、配信していくよ。ママも守る、おはよう。グッドナー、ありがたくちゅー。今日もタコ入れいくぞということで、現在3位、2位まで。うわ、めちゃ空いた、めちゃ空いた。てか、他のね、参加者さんたちめちゃめちゃ配信するんですよ。焦りを感じておりますが、まあまあゆるくいきましょう。女の子のスマホ両手でいじる感じ言うな、すごいとこ見てるじゃん。あ、初見さんおはようございます。矢吹さんありがとうございます。グッさんおはよう。ヤングさんカウントありがとう。そして今日も来てくれてありがとう。マイスさん行くぞ。クタラ山川、マリさん50カウントありがとう。エンタさん今日もありがとう。こちゅー、いっぱい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 ありがとうね。エンタさんありがとう。こちゅーいっぱいありがとう。クマギラさんおはよう。サムライさんおはよう。バブちゃんおはよう。初見さんありがとうございます。タコ投げるイベント、そうタコ投げるイベントをしているんですよ。顔薄い、薄い、濃い、濃いけど薄い。私ね、すっぴんでね、ポニーテールしたらめちゃめちゃ男の子になるの。きっと男の子だったらこういう顔なんだろうなっていう顔。カズさん50カウントありがとう。はじめちゃんありがたくちゅ。みんなカウントしてね。シホーありがたくちゅ。いっぱい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 、シホーありがとう。シホーありがたくちゅ。ありがとう。サリーさんありがたくちゅ。サムライさんありがたくちゅ。ありがとう。そして星もいっぱいいっぱいありがとう。カウントもありがとう。エンターカウントありがとう。フェリカさんカウントありがとう。タイチカウントありがとう。おもちゃさんカウントありがとう。ジェットルーほーありがとう。ジェットルジェットルー、ということで
皆さん今日は日曜日ですけど、どんな予定ですか？皆さんはどんな予定なの？ジェテ？ババシャン、ありがたくちゅ。マスタミル、いいね。西アンヤン、おはよう。仕事頑張って。はじめちゃん、カウントありがとう。お菓子作る予定、すごい女子力高め。今日はラーメン食べに行ってからサッカーの応援。いいね。ジムに行きます。おお。ジムに行くの？とりあえず銀座にシェルとリンク見に行く。いいね。西やんやん、ありがたこちゅ。西やんやん。寝てる。犬の散歩する。はい。ありません。遊んでください。スパガちゃんは今日は忙しいのですよ。もう午後から夜まで集中攻撃です。年をありがたこちゅ。写真活いいね。1と2の差ほとんどないね。あ、そうなんだ。2と3いっぱいなのに。ライブ配信見る。昼から資格の試験受けてくる。大事じゃん。マジ？そんな大事な時にこんな配信見ていいの？今日は締め切りの資料作ってます。うわ、かっこいい。課題やります。頑張って、課題。あ、大きい兄さん、ありがとう。こちょ。司法、司法、またまたいっぱいの、ありがたくちゅ。司法いっぱい、ありがたくちゅ。ありがたくちゅ。仕事してきてくれ。仕事というかリハ。ご助勇気ありがとう。サニーさん、ぴょんぴょん、ありがとう。いないと思うよさん、ぴょんぴょん、ありがとう。はじめちゃん、ありがたくちゅ。どれどれ、客席を観覧しに行きます。ぴょんぴょん、ゾロさん、ぴょんぴょん、ありがとう。バイト頑張って。あ、バイト頑張ってっていうのは OKD さんね。お菓子爆買い。大臣、ありがとう。こちょ。三度寝します。終わってから寝て。パチョ、ぴょんぴょん、ありがとう。リュウ、ぴょんぴょん、ありがとう。リオリアさん、ぴょんぴょん、ありがとう。パさん、ぴょんぴょん、ありがとう。猫のドライバーさん、ぴょんぴょん、ありがとう。クマギラさん、ぴょんぴょん、ありがとう。トモヒロ、ぴょんぴょん、ありがとう。ワキさん、ぴょんぴょん、ありがとう。タカさん、ぴょんぴょん、ありがとう。トシオ、ぴょんぴょん、ありがとう。すごいすごい、推しじゃん見てるみたい。めちゃくちゃ面白いんだけど。じゃあ、チョコなしチョコ、ありがとう。猫のドライバーさん、ありがとう。こちゅ。空き缶拾ってくるか。どういうこっちゃ。ごっつんこさん、アルテムさん、ゆうきさん、ハピーさん、きくいけさん、柳さん、たなすけさん、たらんぼ、戦場さん、よしさん、あいなさん、ゆうたん、ゆうじ、幽霊ポテト、のすけ、はなちゅん、ひみ、ゴリスさん、めっちる、しまち、しばずさん、後ろの後方の方々を呼び出しております。空き缶詰してんの？阿部ちゃん、しなくてもええやん。リングブルの収集してきます。リングブル。ソヤさん、おはよう。みんなぴょんぴょんしてくれ。いっぱいいっぱいゆうきちゃんに星を投げてください。みんな日曜日ってまだ寝てる時間？普段はどうなんだろう。
番高く飛びたい。ぴょんぴょん。いや全然起きてる。起きてる。あ、アイナちゃんがぴょんぴょんしてくれた。嬉しい嬉しい。さっき読み上げたら。あ、ギューテしてさん、お久しぶり、ありがとう。グッサン、ありがとう。タカさん、ありがとう。トミーニョ、ありがとう。クマゲラさん、ありがとう。トモヒロ、ありがとう。起きてる。あ、コジコジ、ハート、ありがとう。起きてるよ、夜中から。夜中から？さすがにこの時間もう起きてる。この時間は、デジモンとか見てて、あ、懐かしい、デジモン。起きようか寝てようか迷う時間、毎日同じ時間に起きちゃわない。何時なのそれが。毎日同じ時間何時、休み関係なく毎日同じ時間に起きてしまう。そういう人多い。そういや、雪だるまありがとう。椅子の上で寝てた。おはようございます。おはよう。椅子の上で寝てたら疲れ取れなくない？めちゃめちゃ大きいソファってこと？7時くらいですね。7時に毎日起きるの？やばいじゃん。でも明日から7時配信だよ。ちょうどちょうどいいね。ちょうどおはようラジオが聞けますね。てかデジモンってまだやってるんだ、すごいね。長丁場だねデジモン。枠のありなし関係なく起きてる。えらい。捨て星のアラームで起きたまである。えらい、一番えらい。椅子のイントネーションか。あ、なんか北海道弁らしいね。なんか舞台とかでめちゃめちゃよく直されるけどね、最後の最なんかこうイントネーションが違うのめちゃめちゃ多くて、で上京したての時になんか標準語のなんかイントネーションの CD テープみたいなのをそのもらって、なまりすぎてて、でそれでだいぶ直ったけど、めちゃめちゃその初めての舞台の時の演出家さんがめちゃめちゃ怖くて、でその標準語の CD をもらってめちゃめちゃ聞いて、それでもやっぱ何個か直らなくてめちゃめちゃ怒られて、でも本当に椅子とかはもう最後の最後まで分かんなかった。何が違うのか分かんないの、未だに。そうだから最後の最後もね、幼稚園とかもそうかも。幼稚園とかあんまさ舞台とかに出てこないけど、椅子って結構さ意外と出てくるのよ。ワンピースもやってるんだ。トマミンって本社に電話かけてほしいです。言えば地域外でも買えるの。そうなの、苫小牧民放さんに取材していただいて、そう、あの乗ったっていうか乗せていただいたんですよ、おとついの夕刊ぐらいかな。そう、多分大丈夫だと思う。苫小牧民放にくださーい言うて、標準語の CD って、そう、そんなあるんだよ。イントネーションわかるね。ディス、イスのイントネーション違うの？しかもそう違うらしい、これじゃないんだって。もう違いが分かんないんだよね。ユキに比較的なまってる方だもん。そうなんだよね、田舎だからさ。でもなんか分かんないの。幼稚園って面白いな。ホーチミンと同じイントネーション、どういうこと？新聞からね、ありがとう。ミスのイントネーションやな。古田氏さん、カウントありがとう。グッサン、50カウントありがとう。お疲れ様。おりゃ、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 おりゃ。阿部ちゃんちゃんと星投げしてる。えらい、阿部ちゃんってちゃんと星投げするんだっていうこの偏見ね。ゆきりんと同じイントネーションよね。太一ぴょんぴょんありがとう。ジュシローぴょんぴょんありがとう。どこまで近づくかな、兄のことと。暇じゃなかったらしないよ。ひどいな。でもありがとう。美味しく白米、ん、美味しく、何それ、たつめしできたから食べさせてあげたいわ。よくわかんないけど今すごいお腹空いてるから、食べ物なら食べたい。チャーハン、え、チャーハン
ハンってカタカナじゃないの。チャーハンって漢字で当て文字できるんだ。初めて知ったんだけど、チャーハンって読むのそれ。チャーハンってマジ？チャーハンはカタカナかと思ってた。見たことない、私の身の回りでチャーハンを漢字で書く人。餃子、餃子はわかる。チャーハンを漢字で書くなんて変な人。でもね、そう、ゴリさんこの間ズーム会やっと参加してくれたのよ。ハイコーロー中華料理だから。ワタさん、タツメン、タツメン何それ。いやチンジャーロース見たことないわ。草バラすなしバラした。ゴリさんね、やっと来てくれたのよ。はじめちゃんありがたくちゅ。ねえ無理寝坊した、思ったよ、意外と来ないじゃん。立たすな、立つ面だって、立つ面だよそれ。ボーボー踊り、何太一のボーボー踊りって。立つ面ラーメン、ええそうなの、立つ面でラーメンなんだ、やば。そうなの、面影ないね。三吉ありがたくちゅ。いいね、たこいべっぽくなってきてるよ今日も。リュウさんの何それ、何それ、何それ、一文字目とか見たことないんだけど。何め、何肉飯ボーボー踊り。コメント見てたらお腹空いてくる。それな、しおりちゃんハートいっぱいありがとう。まあボーボー踊り、あ、花火、おはようございます。かくさんおはよう、また名前変わってんじゃん。ボボ踊り、奥さんボボ踊り笑った。ボボ踊りじゃないの、ホイコーローでしょ。年用のパンパンジー、あっぱバンバンジー、バンバンジー、バンバンジーってなんだっけ。やっぱ食べないものは分からんね。ヒューちゃんさんありがたくちゅ。タコイベっぽくなってきましてるよ。バンバンジーってなんだっけ。ボボ踊りって羽毛たくさんで暖かそうな布団ですね。ボーボー踊りでバンバンジーだ。バンバンジー、バンバンジーってなんだ、調べよう。あれ、あれやばい、バンバン、バンバンジー、あーこれか。あんま食べないわ、あんま食べない、だからわかんないんだ。ヤングさんのチンジャオロース、としお杏仁豆腐、バンバンジー美味しいよ。親切だからこれからは全部ひらがなでコメントするね。読みにくいって言おうとしたけど超読みやすかった。漢字の勉強。パッチョさん、老婆、老婆、うもうもか、ごまだれバンバンジー絶対食ったことあるよ。え、あんま食べないかも。バンバンジー、バンバンジーって呼ぶんだあれ。ひらがなの読むスピードは、あ、スピード早すぎる。老婆わらわら、老婆、老婆じゃないの、何それ。じゃあマバ、マバか、マバ、老婆、老婆じゃない、つば九郎のよう、ん、読みやすいわ、声出た読みやすい。老婆豆腐、漢字の勉強の時間ですか。そうみたい。やだね、朝から頭使わせて。ゆきちゃんおはよう、おはよう。サリーさんもおはよう。あ、麻婆豆腐、麻婆豆腐、あ、確かに四方みたいな感じで豆腐ってついたら読めるかもしれない。あ、わかるよ、ファインコーナーさんの、なんだっけ、なんだっけ、わかるわかる、ちょっと待って、なんだっけな、ね、ユーリンド、ユーリン、ユーリンチャリン、あれ、ファインコーナーさんのわかる、ユーリンチャリン、ユーリン、ユーリンチャリン、
龍鱗、山盛り箸集めてきた、ありがとう。で、分かりました、プチと50回でありがとう、ありがとうございます。見たことあるやろ、ユーリンチャリン、ユーリンチャリンじゃないの、あ、惜しいだよね、チャリン、あ、惜しい惜しい、やっぱそうだよね、なんだっけ、ユーリンチャリン、あ、ユーリンチャリンしか出てこない、ユーリン、ユーリン人、ユーリン立村って、そうだよね、ユーリンチーか、ユーリンチー、惜しかったじゃん、めちゃめちゃ金沢のユーリンチリン。え、私多分中華料理かな、これ、これら中華料理、中華料理あんま食べないんだよね、そう、辛いの多いじゃん、だからあんま中華料理屋さんとか行かないから分かんないんだよね、ニアピンだね、遊園地、遊園地じゃない、チャリンチャリン、なんか儲かりそうやな、確かに一番美味しかった、確かに中華の勉強、確かに中華の勉強してるわ、もうユッキーちゃんがユーリンチャリンって言うならユーリンチャリンだよ、いつも何食べんの、いつも、え、どういうこと、中華料理屋さん行ったらってこと、え、ホイコーロー好き、中華料理ホイコーロー好き、あとはでもラーメン、中華料理得意になると男の胃袋をつかめる、え、そうなの、私中華料理マジで作らんわマジで作らない、自分が食べないから、鹿和尚、ジャモンさんはそんな辛くないってことか、ジャモンラーメンの、あ、ボーボー鶏もわかんない、それなんだっけ、しおりちゃんのないぜ、三油、三作油、油麺、中華じゃない場合、中華じゃない場合は焼肉、焼き鳥、あとなんだろう、ラーメンも好きでしょ、あとスパゲッティも好き、ホイコーロー好き、しかわしょう、痩せてないよ、男は中華食わせとけばいいかなってばあちゃんが言ってた、そうなの、男性みんな好きなの、四川省、バンバンジー、あ、バンバンジーだ、ボーボー鶏はバンバンジー、バンジージャンプって覚えよう、サンラータンメン、サンラータンメン、何それ、お米好き、そう、私ね和食大好きなの、お米が好き、日本人だもん、お米が本当に好き、なんかもう和食、ザ和食が好き、スラタン、何それ、スパゲッティって呼ぶの好感持ってる、なんで、なんていうの、ほかパスタはって言って、タンタンメン、タンタンメン知ってるわ、大戸屋とかの味で好き、でもっと言うと食堂大好き、なんていうの、なんとか食堂とか定食屋とか、そういうなんかもうザ、なんかおばあちゃんが作りましたみたいな家庭料理大好き、俺たちのサンラータンメンを知らん、知らん、姉妹の喫茶店、そうなの、わたさん、マグロは、マグロって呼ぶよね、それ、スーラータン、サンラータン、何それ、タンタンタン、大戸屋好き、わかるね、まいさん、白米、白米じゃない、新米取れて送って、チャンマンさん、呼び方、今度中華料理の読み方テスト YouTube でやってみてもいいかもしれませんよ、チャンマン、パーコーメン食べたい、パーコーメン、何それ、はじめさんの新潟の新米食べたすぎる、心太は好きですか、心太、しっかり芯を持った人ってこと、10時半か、もうちょっとしたら終わるよ、もうちょっとしたら終わります、魚関係の漢字は強い説、コシヒカリですか、業務前もやってる、うん、デートなう、デートなうじゃない、何してんのよ、心太、ところてん、急に出てくるじゃん、ところてん、ところてん、ところでてか安田さん寝てるかって、か、寝てください、ん、コシヒカリよ、心太は食べ物です、食べ物なの、今来たとこ、おいおい、おっせーぞ、おっせーぞ
あー今日集中力続くかしら。サバ、マグロ、わからんわからん、鮭、心ぶ、え、心豚でところてんって呼ぶの、やば。ケタロスがこんな時間からデートしてる、別れちまえ。あ、やばい、これ一緒見てたらどうしよう、ごめんなさい、一生一緒にいてあげてください一緒に見てる可能性あるやんな。3週間止まった、ありがとう、えらい。ケンタ起きてます、起きてた。え、これは安田さんなの、ところてん、え、心太でところてんって読むんだ、ぽよー、早すぎるやろ。ディズニーか、ディズニー行ってんの、長丁場、そう今日長丁場、わらわらわら、朝飯食うとるだけや、何食べてんの。和田さんありがたくちゅー、ありがとう。アジ、イワシ、あー食べない系だから読めないのか。カウウト、爆発発言、別れちまえはいいね、おはよう、ヒーリア人を打つ、怖い、別れろとは。ゴリさんなんだっけ、見たことあるぞ、読めない。マエさんバレてないので、何が、何の話、何バレてないの、どういうこと。昨日はありがとう、配信見に来たよ、ありがとう。すごい、あの初見さんがね、さっきもそうだけどね、昨日の初見さんが今日もね何名か来てくれてんのよ。あ、マモマモマモル、ありがたくちゅー、マモルいっぱいいっぱいありがとう、マモンじゃなくなったね、マモルいっぱいありがとうありがとう。このイベントに関係してタコ、タコなんだそれ、ホタテ、ホタテうまい。じゃあ金沢さんデートしよう、何デートする、今日は長丁場かん、じゃあ迎えに行くね、来て、嬉しいね、ゆうちゃん大好きの五時指摘チャンスやったのに、え、そうなの、何がほろーっと、誰が五時ってんの、初見さん来てくれるの嬉しい、嬉しい、リピートアフタミン初見さん嬉しい。猫のドライバーさんありがたくちゅー、うん、猫のドライバーさんにゃにゃん、いっぱいいっぱいありがたくちゅーだよカフェ巡りしてる割に和食好きよね、ゆきに、そうめちゃめちゃ好き、和食大好き、初見で嘘ついてる、白こんにゃく千人おめ、あ、ありがとうございます、やった、カレー好きなのか、カレーはね、カレーからね、ちょっと苦手くたら、千人花束ありがとう。ファインコノーさんの何それ、鳥族、ちょ、しおちゃんおはバナナ、ヤングさんイルカだそれ、海豚イルカ、もう時効だ、何の話だ、暇だから肉食い肉、わー食べたい、あ、そっか、振り落としか、そうなの、誰か言ってた、カレーは横須賀軍海軍カレーとか甘辛くて美味しい、あ、知ってるそれ、はじめちゃんハートありがとう、鳥族の片船、ハロウィンジャンボ当たったらライブチケット買うね、お、当たんなくても買ってはじめちゃんありがとう、コーヒーはね苦手、ミルクたっぷり入れたら飲めるかも、え、鳥族でイカなんだ、イカ強そう、昨日の初見さんです、ありがとうヤング、お迎えどこ、すっごい欲しい、ゆうきりん好きなの、イカの箱舟、そう、イカの箱舟大好き、このアバタースパガの企画のやつです、片舟は草、ケームさん俺も行きます、枝豆ありがたくちゅ、ということでお仕事があるのでそろそろ終わりにしますよ、ありがとう。今日の次はちょっと空いちゃうんですけど21時から配信したいと思います、取り返していきたいと思いますが、また多分空くと思いますので、古雑誌さんありがたくちゅー皆さん呼びかけと星集めだけお願いしますね。
2枚切ってばっかり、大会2分しか見てない。お仕事頑張って、ありがとう。お仕事頑張ってください。待って、それパジャマ好きじゃん。パジャマゆるくいこうね。ゆるくゆるくゆるくいきましょう。山かまおはちりたん、おは、お仕事頑張ってね、ありがとう。お仕事頑張ってね、ありがとう。今日のハイライトはボーボー踊りですね。ボーボー踊りでしかないでしょそれ。立ってパジャマ見せて。やった、そこまで可愛いパジャマではない。いや、あ、ママも守る。道端に落ちていた誰かがきっと拾ってしまいそうなぐらいな綺麗な可愛いどんぐりコロコロどんぐりこ、ありがとう。お仕事頑張ってこよう。めちゃめちゃ上からやん、ケイムさん。ありがとう、頑張るね。ピカンチュー遅い？ごじってるよ。クトラン頑張ってね、頑張る。俺は寝る、寝るんかい。チャーハンからのバンバンジー、シンプル可愛い。ちょっと見せてくれるなすか。頭痛落ち着いたの今日ね、ちょっと大丈夫。見せてくれるやん、やばかいでしょ。パジャマだったの、そう、パジャマ。メプラスさん、おはようございます。初見ありがとうございます。ちょっと今日はもう終わっちゃうんですけど、夜9時からまた配信するのでぜひ聞いてください。お仕事頑張ってね、ありがとう。言うて見せるやん、ファンサすごい。見しちゃった、エロい、黙りなさい。スクショチャンス逃したのでオタク失格です。かわいい、ありがとう。四方、道端に落ちていたらきっと誰かが拾ってしまいそうなぐらい可愛いどんぐりコロコロどんぐりコ、ありがとう。エロみが深い。長い名前のギフト、スキンスキマーになってしまった。それ夏用パジャマじゃないの、若干生地薄くな、あ、違う、夏は着ない。これ、夜の配信も楽しみにしてるね。楽しみにしてて、なんかではでは、1位になってほしいです。ありがとう、すごいお腹すいた。じゃあ終わりにしますね。13位フルザッシーさん、ありがとう。12位チョコなしチョコ、ありがとう。そしてぴょんぴょん、ありがとう。間違えた、カメラ目線忘れちゃった。13位フルザッシーさん、ありがとう。12位チョコなしチョコさん、ありがとう。そして11位タカさん、ありがとう。ついともひろ、ありがとう。9位トミーニョ、ありがとう。8位小浜、ありがとう。そして7位ジューシロー、ありがとう。6位リオリア、ありがとう。5位クトラーさん、ありがとう。4位マモル、ありがとう。3位エンター、ありがとう。2位猫のドライバー、ありがとう。そして第1位はシホー、ありがとう。みんなありがとう。コニーさん、ありがとう。こちゅ、ありがとう。次のセルフバーグはどう見るか。季節のギフトちゃんと読み上げるのすごい、噛まないの偉い。そういえば去年チリタンにパジャマあげようと思ってたの、すっかり忘れて普通の服買ってもらった。お疲れ様、ありがとう。夏はレズクか、違うわ。お疲れ様、お疲れ様。5時バレなくてよかった。5時ってたの、守る。よし、1位になってた、ありがとう。心を込めて50カウントお届け完了、ありがとうございます。ミプラスさん、ぜひ夜の配信も来てください。ということで今日はほんと顔面はマジでいいよね。顔面はって何よ、はって何、マジで。お腹空いたよ、私はもう用意をして飛び出さなければいけない時間だよ。お腹空いた、チーズバーガー食べたい。誰かチーズバーガー届けて。トトン、ありがたくちゅ。私は今からご飯を食べてお家を出て仕事頑張ってきて、夜9時からショールームして10時からチェキチャをするよ。つぶかつ遅れんといて、遅れない。マーク買ってきます、通報します。ウーバーしか、キムタクの感じでマクド行こう。三角チョコパイ食べたい。朝ごはん何食べるの、三角チョコパイの時期。今からマックに就職するか、盛りだくさん。ウーバーに就職します、マック行くのかな、通報笑。
ではでは今日はこの辺で終わりにしたい、今日はこの配信は これで終わりにしたいと思います。夜は21時9時から配信をしたいと思いますので、ぜひ来てください。星集めよろしくお願いします。現在第3位ありがとうございます。バイバーイ。したっけねー。